ブリーシン画面は北欧神話に登場する女神フレイヤが持っていたと伝えられている首飾りである。ブリーシン画とは炎、面が装飾品の意。日本語訳では他にブリーシン画面、ブリーシンガルの首飾り、ブリーシングの首飾りなどが見られる。フリードリヒビルヘルムハイネによって描かれたロキがフレイヤからブリーシン画面を盗む場面。 ソルリの話に次のような話がある。アジアにアシーアランドもしくはアシーアヘームと呼ばれる国があって首都はアースガルズと言った。そこに暮らすアース族の王が王人でありニュルズの娘フレイヤを側室にしていた。王人は大変フレイヤを愛していた。王宮近くの岩の奥にはアールブリック、ドバリン、ベルリング、グレイルという4人のドワーフが住んでいた。 彼らは素晴らしい技術を持ち何でも作ることができた。ある日フレイヤがこの岩屋の前を通りかかると入り口が開いており、ドワーフたちが黄金の首飾りを鋳造して仕上げをしているのが見えた。フレイヤは首飾りが気に入って買い取りを持ちかけたが、ドワーフたちは金銭よりもフレイヤの体を希望したため、フレイヤは彼らのそれぞれと人を共にするしかなかった。その代償として、 ドアーフたちが彼女に首飾りを与えたのである。この一連の出来事を知ったロキが王人へ告げ口をしたところ王人は激怒し、ロキを高級に侵入させて首飾りを盗んでこさせた。そしてフレイヤには首飾りを返す条件として彼女の呪法と呪文によって二人の王エジンとヘグニを永遠に戦い合わせるよう命じたという。声ったのスリムの歌によると 巨人のスルムにトールの武器が盗まれたためトールがフレイヤに変装してスルムの館に出向いた時トールは結婚の縁の装いでこの首飾りを身につけたことがある。ニルスブロメールによって描かれたロキからブリーシン画面を取り戻したヘイムダルトフレイヤスノーリストルルソンの3分の1た第2部守護法によると首飾りは一度ロキに盗まれたことがある。 フレイヤが寝ている暇にロキはハエに変身して、館に侵入し首飾りを盗むが、それを見ていたヘイムダルが首飾りを取り戻そうとクモやクマに変身して、ロキと戦う。最後に、ヘイムダルは自分をアザラシの姿に変え、バーガガン賞とシンガガンにおいて、アザラシの姿のロキと一戦を交え、長い戦いの後にロキを打ちまかし、ブリーシン画面をフレイヤに取り戻してやることができた。 ヘイムダルに対する、ケニング、ロキの敵、フレイヤの首輪の探して、ロキに対する、巨人とヤギと、ブリーシンガメンとイズンのリンゴの結びとはこの出来事に、基づいている。またブリーシンガメンは、詩人ウルブ・ウソンの詩の中で、美しき海の一種と呼ばれている。首飾りは、アングロサクソンのジョージ詩、ベーオウルフにも、 グロージン画面の名で、デネの王妃がグレンデルを倒した武功を叩いて、ベオウルフに与えた首飾りが、それと並ぶ優れたものであることを語る形で、登場する。この下りで、グロージン画面は、ハーマがエオルメンリーチから盗み出し、麗しき上司へ持ち去ったとされる。なお、ベオウルフに貸詞された首飾りは、その後主君のヒーエラーク王へ献上されるが、王が身につけ出陣して戦死した際に、 フリジア人の手に落ちたと語られる。ありがとうございます。